皮膚の一部に体脂が付着した出生直後の子供体脂は人の新生児の皮膚を覆う老様あるいはチーズ様の白色の物質である。体子は妊娠18週年あたりに子宮の中の胎児状に発達し始める。ラテン語でバーニックスはワニス、ケイソザはチーズ様のノイの意。体子の素性は非常に多様であるが、主に皮脂、胎児の皮膚から剥がれ落ちた細胞。 抜け落ちた産毛からなる。体脂の乾燥重量の12%は分岐さ、脂肪酸外有脂質、コレステロール、セラミドである。満期散児の体脂は、早期散児のものと比べて、スクアレンが多く、ワックスエステル、ステロールエステル比が高い。体脂の細胞は、通常多形性あるいは乱形で核を持たない。核のかすかな痕跡が頻繁に観測される。 胎子の角質細胞は接着藩を書き、これによって成熟した角質中の角質細胞と区別される。角質細胞の厚さは1から2マイクロメートルである。これらの細胞は成熟区角質層中に存在する典型的なラメラ構造を持たないアモルファス脂質の層で覆われている。胎子は一様に分布しておらず、むしろ細胞スポンジの形で存在している。 胎肢の臨界表面張力は39ダイン、センチメートルである。その水分にもかかわらず、胎肢は非極性である。これらの特徴は、胎肢の防水機能を示しており、これによって出生直後の体温の低下が防がれる。胎肢は胎児に電気的な遮蔽を提供する。これは成長中の胎児の体のおそらく重要な側面である。初期の科学的研究では、 出生直後に胎脂が除かれると新生児における蒸発による放熱が増加することが示されている。しかし、より新しい報告では、胎脂がそのまま残された新生児の表面と比べて、出産直後の皮膚表面の洗浄が蒸発性放熱を減らすことが確かめられている。胎脂中の皮脂は妊娠20週あたりに皮脂腺によって陰誘での産生される。 大肢は主に満期新生児で見られるが、未熟及び過熟出生は一般的に大肢を欠く。欠落説は大肢の損失によるものであると考えられている。大肢は乳児の皮膚の保湿や賛同の通過を容易にするなどの複数の役割を果たしていると考えられる。大肢は熱を逃さないようにしたり、繊細な新生児の皮膚を環境ストレスから防御する役割を果たす。 乳児の感染からの防御における大使の科学的役割を支持する証拠はほとんどないが、大使は最近の移動への物理的障壁を形成しているかもしれない。ウィキメディアコモンズには大使に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。